上空からの利尻空港利尻空港は北海道利尻郡利尻富士町にある地方管理空港である利尻空港は利尻島北端に位置する北海道内の最初の離島空港であるジェット機の就航が可能であり地域経済の活性化及び地域振興島民の重要な生活基盤施設として期待されている滑走路は07-25方向2800メートルである 開港当初の滑走長は600メートルであったが、観光需要への対応と離島振興、離島交通の確保のため、順次延長され現在に至る。平行誘導路はなく、またターニングパッドも設置されていない。着陸帯の幅は150メートルと狭く、景気着陸には対応できない。ローカライザのみ滑走路25に設置されている。年間利用客数は、 国内37,366人、リシリ空港付近の空中写真。2017年7月26日撮影の3枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。空港ターミナルビルは滑走路北側に一棟で地上2階建て。リシリ霊文サロ別国立公園地域の 自然環境に調和させたデザインである。内部は国内専用の設備のみ持ち、国際線の設備は特に備えていない。また、ボーディングブリッジは設置されていない。かつての定期就航路線運行本数や運賃、料金等の詳細は、該当項目や公式サイトにて最新情報を確認されたい。ありがとうございます。